それでは一組のトランプ使います。で、まずですね、今回はエース4枚が中心となります。で、まずハートのエースを一番下に回します。で、ダイヤのエースを一番下に回します。スペードのエースを一番下に回します。で、クラブのエース4枚ですね。はい。で、この真ん中のエースをひっくり返します。で、ひっくり返して中に押し込んで色を鳴らしてあげると、これが3枚になります。3枚になってどこに行ったかっていうと、なんとここに入ってますですか。これで、こちらの3枚、1、2、3枚ですね。1、2、3枚、指を出します。そうすると2枚になります。どこに行ったかっていうと、実はこう中に表向きで入ってますね。で、こちらの2枚、立てまして、こう手でパーマします。こうすると中に入って、これは1枚になります。こう見てあげると、こうダイヤのやつが入ってると、揃えます。で、上から1枚、2枚、そして3枚、4枚と。で、最後のエース中に入れます。この辺ですね、入れまして、この状態です。こう弾くと実はここにあって、これがなんとエースと、すべてエースです。で、もちろん、同じカードというのは、一切使っておりませんと。